回ってますということで、回ってます。はい、どうも、トモッピーです。どうも、トモハッピー2です。いやいや、DJ 社長ね。DJ 社長いらっしゃってくれました。ありがとうございます。じゃあ、来たぜ。今日ね、令和の虎とレッツダンボックスさんのコラボのね、企画で生配信とか撮影しに来てくださってます。まさか、僕の事務所にこんな突然超大物が来てくださるなんて思いも、あの、高さのもの全部片っ端から持ってきます。はい、あの、半分ぐらいあげます。やったー。言ってみるもんやな。いや、でもなんかこうやって画面に2人で映ると青と赤で、なんかいい感じですね。カップルチャンネル、ちょっとチーム 3D メガネ決定お願いします。 3D メガネ、どこら辺かと。あ、ね、あ、そういうこと。そうそうそう、フィルムがね。はい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 。ちなみにお聞きしたいんですけど、はい、シャッフルしてる男性の裏で踊るのは、はい、何回目ですか。いや、初めてですね。やった、初めてもらっちゃった。はい、でも嬉しい。もうやりたかったっす、ずっと。将来ごめんなさいね、変なお付き合い。いや、めちゃめちゃ楽しかったですね。あんな、はい、ゴシゴシはっきり生きる日はなかなかないですから。あのね、はい、本当に僕らのご縁はね、あそこでなんか寝てる、あ、映ってないな、多分。あ、はい、竹野内社長という方がおられましてね、はい、その方、ね、経由のご縁で仲良くさせてもらってます。やったー。 DJ 社長なんか世界一目指してるじゃないですか。はい、今後なんかその世界一までの過程としてなんか注目標みたいなのあるんですか。注目標。あー、注目標、はい、ちょっとなんかちょっとだけ対談風ですいません、聞きたくて。注目標なんかめっちゃ応援してて、もっと理解した上でもっと応援したいっていう、はい、いや、まずは、はい、やっぱチャンネル登録者数1000万ですよ。おお、これはもうやっぱヒカキンはじめ社長を抜くってことだね。いけます、あなたならいける。いや、ここでまずマジでかっこいい、その芯が通った人望ある神。あれ、神、神よ、神だったんですね。神です。やったー。はい、多分カードゲームも強いよ。任せてください。で、まずチャンネル登録者1000万でも、はい、それ数字だけじゃんってなるんですよ。うん、だからインドネシアとかタイまで目指してるんで、はい、そこのドームを埋めたいです。はいはいはい、インドネシアとタイのドームを埋めたい。え、インドネシアとかタイの一番でっかいドームは何人ぐらい入るんですか。8万8000入る。うわ、やっぱ。東京ドームよりでかいです。ビッグ。いや、でもこの前、はい、あれしたんですよ、インドネシアでちょっとライブしたんですよ、野外フェス。はい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 、でも僕たちがメインでゲストでバーンって出て、お、5000人集まりましたから。やば、もうすごくないですか。神じゃないですか。そうなんですよ、もういいとこ神なんです。なんかデモみたいのされてからの。ああ、そうです、そうです、そうです。ステップ、ホップ、ステップ、ボーンって。まあ一回ホップっていうか一回下がってるからね。ホップダウン、踏み台、踏み台。デモは踏み台。そうです、そうです、そうです。いや、すごいな。なんかデモしてさ、なんかデモじゃない、はい、セクシー女優さん呼ぼうとして、はい、なんかちょっと炎上してデモになって、はい、DJ 社長が止めたみたいな、ね。ああ、そうです、自分が呼んだのに。そうです、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 そうです。あれはね、重かったっす。はい、いや、もうマジでいいやつってなってました。いや、あのね、はい、画面の中のヒーローがこんな一緒に画面に2人だけ、まあちょっといるけど、うちのキャプテンもいるけど。ああ、もうそう、ね、営業名キャプテンいるから、ね。はい、キャプテン、女の子のアポイント今取ってます。キャプテンもいるけど。酔っ払ってます。酔っ払ってるんですよ。はい、どうした。まあ、こんななんかすごい奇跡みたいでめっちゃ嬉しいです。いや、嬉しい。これがちょっと応援させてください。あ、ぜひお願いします。視聴者の皆さんもめちゃめちゃ素敵な人なんで、ぜひご注目、チャンネル登録お願いします。めっちゃ悪いやつっすよ。いや、本当に平気で女とか殴るし、みんな言う、100人に聞いたら女子供全部殴る。いやいや、絶対やらない。絶対やらない。100人に聞いたら100人が DJ 社長はいいやつって本当に良くないですよ。
あ、そうか、イメージ崩れちゃうからね。あ、じゃあ、おいおかしい、おかしい、逆にね、そのいい人って言ったらイメージ崩れてるからね、アウトローみたいな感じですもんね。あ、そうですね、はい、よく子供殴ってます。逆に、はい、なんか僕とか、まあ、一昨日まで知らなかったと思うんですけど、いや、ずっと知ってます。なんか聞きたいこととかありますか？はい、カードゲームやっぱすごいじゃないですか。はい、僕の友達にはじめ社長ってやついるんですよ。はじめ社長カードゲーム大好きですよね。めっちゃ好きなんですよ、はい、僕泊まり行ったりするんですけど、もう、編集だ、やばいって言って、はいはいはい、夜中まで編集した後に、はい、やっと編集終わったって言って、はい、朝までプライベートでカードゲームやってるんですよ。遊戯王ポケカね。そうなんですよ。すごいっすよね。みたいな。僕寝て、起きてもまだポケカやってるんですよ。林社長もやったんですか、一緒に？よくはやんないです。カードやったことない。あんまりやってない。遊戯王ぐらい。遊戯王ちょい。遊戯王も正直あんまり分かってない。この間開封やってたじゃないですか。開封？やってません？開封やってない。丸がやります。あ、丸さんだ、丸さん。DJ 丸と、ポイは一時デュエマ。はい、めっちゃ余ってて、はいはいはい、もうアホのように買い漁ってます。おお、けどそうですね、僕はあんまり分かってないです。ちょっとなんかこっちでカードゲーム業界の最強メンバー揃えるんで、はい、ちょっと丸さんとフォイさんと、はい、ああいいですね、バトらせましょう。対決とかそのうち、はい、僕らももっと数字取るようになったらね。ああ、いい、逆に僕たちの企画に有名人遊戯王っていうのあれですよ。あ、知ってます、知ってます。有名人遊戯王ってあるんですよ。めっちゃ面白い。あれは僕たちの土俵なんで、はい、あっちで戦えば負けないです。放送していいギリギリみたいなやつですよ、ね、いや、あれ半分以上カットです。半分以上カットして、ね、使えるところもちょいちょい P 入れながらやってもコメント欄 P 多すぎって怒られるんですよ。そんくらい使えないですから。やばいやばい、はい、ちょっと一回お上司ですか。いや、もう中町 JP さんの 5% ぐらいしか面白くないと思う。はい、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。はい、じゃあもうぜひ有名人遊戯王でバトりましょう。お願いします。はい、まさかのね、トモハッピーチャンネル、はい、1350日以上毎日チョコしてきた感動の DJ 社長がね、出てくれました。そんなに毎日チョコしてるんですか？してるんですよ。そんなに？僕は素人だから、メンタルだけなんで継続だけしようみたいな、継続ハッピーみたいな感じで、はい、いいっすね。僕たちも曲は数で勝負してます。僕もどんなに炎上しても毎日とかやめない覚悟でやってるんで、お願いします。 YouTube、はい、どんなにみんな死んでいっても僕は生きていくんで、はい、あ、絶対に安定に必ずいると。はい、お願いします、はい、いいっすね、安心感する。はい、ということで、よかったらチャンネル登録動画の評価お願いします。お願いします。レペゼン地球じゃないよ、レペゼンフォックス、どちらも大丈夫ですよ、はい、皆さんも、はい、僕も大好きなんで一緒に応援させてください。はい、ご一緒させてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、両チャンネルお願いします。ご視聴ありがとうございました。